アッパーラーゴの入り口。チリ、ファン・フェルナンデス諸島のロビンソン・クルーソー島と姉妹提携していることが告げられている。ラーゴは、アッパーラーゴ、ローアーラーゴ、ランディン・リンクスの村からなる、スコットランド、ファイフのパリッシュ。隣接するパリッシュは、西にスクーニー、北にシーリーズ、東にニューバーンとキルコンカーがある。ラーゴ湾に沿って2マイルの海岸線がある。 このファイフ南側の海岸線から北の内陸方向に3マイルから4マイルほど広がっている。面積は7378エーカーである。パリッシュの東端に近いところには953フィートのラーゴローがあり、この火山に由来する円錐形の丘の頂上からは広く周辺一帯やホース湾の対岸にあるロージアン地方が展望できる。ラーゴローの西には 深い峡谷があって、小川が流れており、このパリッシュを南北2マイルにわたって縦断している。ラーゴという地名は、ゲール語で丘の斜面を意味するリーグに由来しており、当地がラーゴローの斜面上にあることを指している。このパリッシュの境界はウッパーラーゴにあり、1817年に建設されたものであるが、その土台の石組の一部は1623年に、 建てられた以前の教会のものが流用されている。教会の西側の脇に立っている牧師館は1760年代に建てられ1822年に増築されたものと考えられている。かつてはカークトン・オブ・ラーゴの教会から1マイルほど西にあるラーゴ・ハウスという屋敷の辞書がパリッシュ内の相当の部分を占めていた。ラーゴ断尺量は1482年に スコットランド王ジェームズ三世によって、イングランドとの海戦に勝利を収めた孔によって、海軍司令官サー・アンドリュー・ウッドに与えられた。サー・アンドリューは、自分の屋敷から、教会のそばまで運河を作り、毎週日曜日に、自分の橋けで教会に通えるようにしたという。この運河の痕跡は、牧師館の背後に認められる。1750年に建てられたラーゴハウスは、 廃墟が残るだけである。かつて第二次世界大戦中には、ポーランド軍第一独立落下3旅団がここに本部を置き、1951年には地元の不動産課税を免れるために屋根が撤去された。ラーゴハウスのすぐ西、ランディンリンクスの近くには、かつてマルカム4世がフィリップ・ドルン団に与えた団尺寮に由来するランディンハウスがあった。パリッシュの北部には、 ニューゲルストンの村があり、アッパーラーゴから3マイルほど北に位置し、その周辺は農地に囲まれている。この村はファイフで最も人口が多い村である。小村であるウッドサイドはそのすぐ西隣にある。1755年当時のパリッシュの人口は1396人で、その後1801年には1867人。 1951年には2500人と増加した。行政パリッシュの2011年の人口は2524人であった。スコットランドの地方行政区画としての行政パリッシュは1929年に廃止されたが、国勢調査の統計区としてその後も使用され続けている。ラーゴ地域コミュニティ評議会は、概ねかつての行政パリッシュの範囲に加えて、 東隣のニューバーンを含む範囲を管轄している。同様に今では、教会の小教区もラーゴとニューバーンが統合されている。ありがとうございます。